ほっほっほっ、あっ、いや、なんだよこの動き。知らないゲームを教えたい。こんにちは、ゲームブロガーの双葉ライブです。今回はブレイクネックシティのレビューをしていくぜ。機種は PS4、PS5、PC、Xbox、 価格は1000円から1500円だ。海外だとスイッチ版も出ているんだけど、まあ国内にもそのうち来るかな。レネゲードセクターゲームズが開発。国内版はうさんくさいゲームの提供に信頼が厚いイーストアジアソフトが担当している。日本語非対応だったが、まあ大したストーリーじゃないので気にするな。内容は、街を荒らすギャングどもをぶちのめすために凶暴な女2人が大暴れする 3D アクションゲームだ。一昔前の 3D ゲームっぽい雰囲気で、主人公の顔がごつい。このメインビジュアルが可愛く感じるな。これがリアルな暴力だという勢いが伝わってくる。まあ90年代の海外ゲームっぽくもあるかな。連続コンボのパンチ、敵を吹っ飛ばすキック、右スティックでシャカシャカ動くダッシュ、この辺を使って敵を倒していく。全6ステージ構成のベルトスクロールアクションゲームだ。ひたすら右に進んでいく形式ね。しかしこのダッシュの動きがだいぶすごい。ジオンのモビルスーツかな。ちなみにダッシュで壁にぶつかった瞬間に攻撃ボタンを押すと、壁を蹴って強力なキック攻撃を繰り出せるので覚えておこう。雑に強いぞ。ステージギミックを活用するのが大事なゲームで、ポールを使って回転キックを繰り出したり、敵を穴に落として一発で倒したり、いろいろなアクションが盛り込まれている。こう敵を吹っ飛ばして椅子に座らせてボコったりとか、通常攻撃をガードする敵なんかはこうやって倒していく。ステージ構成は変化あるし、吹っ飛ばしを生かした立ち回りは面白い。こうやって敵を穴に落として倒しまくったりね。これは気持ちいい。ただゲームとしてはかなり大雑把。コンボ攻撃が当たれば相手を簡単にボコれるんだけど、逆に敵に囲まれたりすると無敵時間がほぼないので一瞬で死ぬ。敵の武器を奪ったりもできるんだけど、すぐに壊れてしまう。ボスもダッシュで攻撃を避けて後ろから殴るだけで勝てるので単調。ラスボスもこれで圧勝だ。ただステージ5のボスだけはひねりがあってよかった。パワードスーツを装備していて通常攻撃は通らない。吹っ飛ばしで花瓶とかにぶつければダメージ入るんだけど、実はこのプールまで誘導して落とすとショートして一発で倒せる。これはシステムをちゃんと活かしてるし、 B 級アクション映画っぽさもあって気に入ったね。他のボスもこのくらい凝ってればよかったんだけどな。プレイステーション版での話になるが、トロフィーはイーストアジア製品らしく簡単。ボスを倒す、敵を倒す、武器で一定数敵を倒すとかなんで、普通に遊んでいればクリアする前にプラチナトロフィーゲットだ。ステージ1のボスをステージギミックで倒すと撃破トロフィーが取れないのだけは注意だ。1時間かからずクリアできて、高難易度モードなどは一切なし。90年代風 3D アクションゲームというよりもこうファミコン時代のゲームっぽいかもね。いろいろと大雑把だけど、ギミックを活用して敵を倒すアクションゲームをやりたいのはわかるし、そこはちゃんとできてる。出来の悪いゲームにありがちなステージが長すぎるとか、ボスが硬すぎるってこともない。むしろギミックを活用するとボスも一撃で倒せる。やられたらチェックポイントから再開で何度でもやり直せるので死にやすいけどクリアはしやすい。おすすめはしないけど、サクッと雑に遊ぶ分には爽快で悪くない一本でした。悪くはなイーストアジアソフト、覚えていたらセールの時にでも買ってみてくれ。今回はここまで。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたここで会おう。さらば。